マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット効果の高いアイドル水飲んだことありますか？私も飲んでます。ここ最近ですね、さらに痩せるアイドル水のレシピを私が作りました。なのでもしあなたがさらにダイエット効果を高めたいなと思っているのであれば、ぜひこの動画最後までご覧くださいね。今回の動画の流れは2つです。1つ目、アイドル水のダイエット効果について、2つ目、痩せる最強のアイドル水の作り方についてお話ししていきます。まず1つ目の項目です。痩せるアイドル水のダイエット効果についてなんですが、これは材料にポイントがあります。まずお水です。それはこちらフランスの超硬水ですね。コントレックスを使ったアイドル水だから痩せるんですよね。これはもう超硬水、マグネシウム、カルシウム、そしてカロリーゼロ、便秘解消ということで、もう特に便秘でお悩みの方はですね、このお水を使うと最強に効果が出ますので、楽しみにされててくださいね。次は緑茶を使います。緑茶はね、脂肪を燃やしてくれますし、代謝も上げてくれます。またコレステロール値も下げてくれたり、太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれるので、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。でまたカテキンも多いので代謝アップ、嬉しいことがいっぱい入っているお茶なんです。次にレモンを使います。脂肪吸収を抑えてくれます。クエン酸効果でお体を痩せ体質に導く、弱アルカリ性へ戻してくれる効果、またビタミン C やむくみ改善効果もあるのがレモンなんですね。はい、そして最後の材料はこちら。私は一般に言われているアイドル水の材料、白砂糖はね絶対使いません。それはね太るからです。その代わりに天然の蜂蜜を使います。なぜかと言いますと、腸活の観点で言うとやっぱり脂肪燃焼効果もありますし、腸内環境を整えるオリゴ糖がいっぱい入ってます。でまた栄養価が高い、なのでダイエット痩せるためには栄養不足ですといつまでたっても痩せることができません。なのでここで甘味料は蜂蜜を使うことにしています。ではここから2つ目の項目です。実際に最強のアイドル水の材料、作り方、そして実演の動画ご準備していますので、その順番でお伝えしていきます。まず材料を1人分です。1日あたりの量になります。コントレックスの天然水を 500ml、 緑茶のティーパック1袋、レモン果汁が大さじ1、蜂蜜が大さじ1/2になります。ではここから実際の作り方、実演動画ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？まず痩せる飲み方ポイントは先ほどの材料ですね。1日あたり 500ml で十分です。で飲み方のポイントは一気に500飲むのではなくてですね、1日かけてコップ1杯程度、ペットボトルのあの量でしたら3回ぐらいに分けて飲まれますとしっかり吸収することができます。でプラスキンキンに冷えたアイドル水よりも常温、またはねちょっとレンジでホットで飲まれるといいと思います。
まずは体質改善を含めまして毎日 500ml を3から4ヶ月程度続けて飲んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。